いしょ、おじちゃん釣れたかい。また血ぬ釣りかい。今日は俺黒鯛な。釣りを当てて一番難しいことは臆病な性格の魚を騙して釣り上げることなんだ。おお、そういう意味で一番面白いのはやはり血ぬが結局じゃねえか。結局黒鯛ばっか釣ってんだな。あ、そうなんだね。せっかくだしここでちょっと一緒に釣りするか。今日の晩飯でも狙ってな、釣りをする。イカがいますね。黒鯛食ってないじゃん。つうか、あ、でかいでかいでかい。よら、なんだ、あ、スズキだ。あ、食えるサイズのスズキ釣れた。一回釣ったことあるけどね、30センチオーバーだからかな。今日は黒鯛に釣ろうかと思ったけど、せっかくだしスズキ食うか。そしたらあゆみさん、今日は郵便ひげもお休みだから、また夫婦水いらずの。あ、蔵の中って結局もうなくなってんのかな。そういえば、おっすー、おっす、まゆみさん、ごめんな池の水。それにしてもあの池の水あっという間に抜けてなくなっちゃったわね。なんか排水口があったもんね。あそこから抜けてったんだろう。もともとそういう石鹸だったんだろうよ。全部きれいに流れてしまった。まさに水泡と化したというやつだねえ。なくなっちゃったけどいいのかな。別に別にいいのかしら。生き物はいなかったのかな。君ってやっぱり頭が良さそうだねな、ビビアンな。え、蔵どうなった。蔵、いや、あるじゃんあるじゃない。別に別にあるし普通にあれ、なんかもうその日、昨日寄贈するって言ってなかったっけ。もうすぐって言ったのか。もうすぐ寄贈しちゃうよって言ってただけか。せっかくおじちゃんめっちゃ一生懸命走ったのにまだあったな、普通にな。あ、てかお手紙届けてきたんだけど、サイダーくれ、サイダー。おっちゃんよ、そう、あそこで拾ったサイダーもまだ飲んでねえけど。俺75号おっさん、おっさんどうだい。ファッファってな、あくび。うわー、ここまでいい天気が続くとなんだか眠たくなるよ。さてと俺様に何の用だ。楽しそうだな。嘘だぴょーん、嘘だぴょーん。人生楽しそうだな。75号、それにしても腹の立つガキだな。ずっとここに突っ立ってるだけでいい。75号だから給料出てんだろうな。なんかあるんだろうな、きっと。そういう、それか75号だからな。他にもいっぱい船は通ってんだろう。船乗りの一人なんだろうけど。よいしょ。さあさあさあ、一回じゃあ帰るか。鈴木はどうやって食べるんだろうね。おばちゃん、今日は鈴木だよ。鈴木、はい、何かな。僕ムニエルかな。ムニエル、はい。鈴木はよいしょ。あ、和風の汁物仕立てって言ってたね。そうだそうだ、うまそう。28センチ以上でいけたんだ。うん、よろしくな。牛尾汁だってよ、いいじゃない。さあ、鈴木さんのご尊顔拝みましょう。どうなってるんだい鈴木は。僕が釣り上げた新鮮な鈴木が入っている。苦労して釣り上げた時のことをちょっぴり思い出した。そんなパターンもいいね。よいしょ。30センチの鈴木なんて相当引き強かったんじゃない。はい、シーバスとか言われてよ。それを僕くんは軽々と釣り上げてしまった。お姉ちゃんは今日着替えてたけどまだ寝てるか。姉ちゃんよ、あ、運動してる。姉ちゃん、うん、いいアイデアが出ないな。男の子同士の恋愛パターンのってたかお、完全にコミケだな。完全に同人誌書いてこれBL の本書いて、これやってんな。でもコミケさ、なんかいつからやってたんだろうと思って調べたら、本当に1975年からだったかな、からやってて。でもこの85年代このぐらいの時期にその BL とかが流行りだしたんだ。キャプテン翼の BL とかが流行りだして、コミケでそういうのをなんか押していくようになったんだって。だから姉ちゃんもそういうことなんだろうな、きっと。よいしょ。へーと思って。本当にね、実際の時代といろいろあった話が出てくるからな、僕夏はいつも。ほら。さあさあ、キミコちゃん。あと太陽もまた黄昏れてる。あ、なんか今日すごいゆっくりしてるわ。やることが、やらなきゃいけないことがないから。実を言うと私、ここに来る前は食欲旺盛でちょっと太ってたんです。あ、そうなんだ。
すごい運動する子だからさ、そんな感じに見えないね。ここに来てから以前よりも体を動かしてるから食べても太らなくなりました。いいね。それってうちに帰ってから大丈夫なの？確かに。でもなんかおじ2号とデートしてる時にね、ちょっと太ったみたいなこと言ってたけど、おはぎ食べすぎてな。ここにいたらな、いっぱい遊ぶからな、お外でな。明日どこへ行けば面白い、うん、どうしても聞きたい、聞かせてくれ、マムちゃん。はい、赤丸1個あるよ。こっち島海水浴場、夜だって。ロマンチックよね。キミコちゃんが昨日は夜も見てたけどね。明日は何だろうか。昼間も海水浴場な。オッケー。それから、海に潜った空き瓶集め。しません。その予言は外れです。もう俺は空き瓶を集めなくていいんです。魚釣りもしません。まあ、一応するか。飯の分だけするかな。はい、あ、もう終わりだよ。サンキュー。明日も特におっきいイベントはなさそうだな。虫相撲本大会まではしばらくこんな感じかもね。いいのよ、でもこの何にもしなくていいんだよっていうね、この好きに虫取りとかしてりゃいいんだよっていうこの時間がね、いいの。やだおかり、これがまた僕夏の醍醐味の一つな。太陽いた。どうしたん、昼間は一人で一人で虫相撲合宿してな。それは人生についても俺って一体何なんだろうと思いたくもなるわ。なあ僕ちゃん、俺たちって何のために生きてるんだろうな。は？うちの学校は人数が少ないから、どんなに頑張っても野球チームが組めないんだ悲しい、それは悲しいよ。野球チームが組めねえんじゃ生きてる意味なんてねえな、太陽都会最高、都会が一番だ。やっぱこんな田舎にはいられねえや。え時には厳しく当たることも必要だな。こうやって昨日まで慰めていたわ。野球ができねえんじゃ意味ねえぜ。チェ、ほれ下旬になってからこの辺の虫取りしてないぞ。なんかおらんか、なんかいないがな。いいよ、ビーよっつって、セミも鳴いてら。これつくつく帽子の鳴き声や、これつくつく帽子。あー、いたんにゅう、これセミだべ。ほら、あ、つくつく帽子だ、すげー、ちゃんといたぞ。俺142、あと8種類、あと8種類だ。まだ泣いてる、まだ泣いてるわ。うん、虫も取れないし飯食うか。見つけた僕まだ遊びたいよ。もう十分遊んだよ今日は。俺に文句があるならさ俺が来ない道をさっき今そっちを歩け。今さ防波堤にいたよな、おじちゃん。やっぱこれただものじゃねえな、明らかにワープしてやがる。鈴木の牛尾汁、これはうまそうだね。じゃあ食べよう。いい出汁が出そうだこりゃ。はい、いただきまーすと。俺まで腹減ってきたな、飯食うかな終わったらこれ。なんだか今日は本当に時間がゆったり流れてる感じがするわ。ごちそうさまでしたと。うん、よいしょ。あ、出た DJ アッキーじゃん。あの有名な。僕絵日記をたくさん書いてますけど、めっちゃ書いてるよ。何か印象に残ったことがあったらすぐに絵日記を書いてごらん。夏休みの過ごし方が変わると思うよ。もう絵日記もダイヤメダル取っちゃったからね。どんどんメダルの色がピカピカになっていくぞ、はい、あ、キミコちゃんが入ってた。これ太陽、太陽やーい。虫相撲の調子はどうだい太陽。あ、宿題が溜まってるなやっとけよ。まあいいが、9月になったら死ぬ気だ9月になってから、最終8月の最終日とかじゃなくても学校行ってなんか宿題やったけど家に忘れてきましたっていう嘘をついて、そっからがいい。僕くんも全く宿題やってないぞ。でもこの夏の宿題はなんだっけ、水軍の地図を集めることだっておじいちゃんが言ってたからな。なおばあちゃん、
秋の夜長に隣や何をする人と、今はまだまだ夏だけど夜のお月様だけはもうなんだか秋の風情が漂うね。綺麗なね満月が出てね、秋を感じてしまうね。言うてももう8月も後半ですからね。よいしょ。でもなんかここ最近本当にさ、なんか9月になった途端にスッと涼しくなるよな。そんなに残暑が厳しくないイメージ。今年はあれだしね、7月の末まで寒かったのに8月になった途端にもうピカー晴れてめっちゃ暑くなったしな。やっぱ8月は特別な感じがするな。僕君はどんな漫画やアニメが好き？私はうるせえやつら。あ、僕も大好き。あ、僕も好きなんだ。あのお話はとても他人事とは思えない。もう有名でもちろん知ってるけど、あんまり見たことないから分からんけど、うるせえやつら。歌が印象深いけどね。好きよ好きよ好きよっつって。あれ、おじちゃんは？あ、いた。また庭だ。俺ウルトラ。ウルトラは朝も夜も元気だな。おじちゃん、都会にでも毎日毎日夜空の月を見上げる習慣があれば、大自然を身近に感じて生活することができるんだ。今日みんなと盆休みに火曜おばちゃんが言ってたよ。全部誰かが言ってた話じゃねえか。おじいちゃん最近よ。だってよ。じゃあちょっと月でも見てみるかな。でもたまにね、夜こう外に出てふと空を見上げた時に月が出てると嬉しい気持ちになっちゃうね。満月なんかは、満月なんかは特に嬉しい気持ちになっちゃう。おっす、おじちゃん。おじちゃんがいっぱいいるなこの島にはな。吉田のおっさん、今日はもう瓶1個しか拾ってねえや。だから明日もモンキシ頼むぞ。ねえおじさん、このお店で売ってるものってどこで？それそれそれ、マジで騙されてるって。絶対これは業者が来て、おじさん騙されてるって。その業者に、おかしいよ。数日に1個しかモンキシ入ってこない。あげくほとんどオーシャンホリデーなんだから。置いていく？誰かの忘れ物だったんだ。すごい、誰かの忘れ物を売っ払って生活してる。とんでもねえ悪党だこりゃ。悪党だな、悪党ばかりだこの島は。いいか、25日が団体戦、そして26日が個人戦。この2つだけは忘れるなよ。分かってるな。最後に優勝しないともらえない賞品もあるんだってさ。賞品？なんかさ、大会で優勝したらなんかなんだっけ、あの秘密の抜け道教えてもらえるみたいな話はしてたけどね。賞品もあるのかよ。これはちょっと頑張んねえとな。またこれチェッカーズが違う、なんだっけ、タータンズ、タータンズがいいね今日も。あ、やべ、絵日記書かないと。絵日記、あれか、鈴木だな。鈴木これうまそう。鈴木の牛お汁、鈴木の牛お汁発明したのは牛尾さんかな。牛尾さんかもしれない、もしかしたら。あら汁とかさ、うめえよな。お金もめっちゃあるし、ちょ久々にクエックスやるか。そしたらこれ5枚5枚いこうぜ。250円くらい大したことねえだろ。あ、すごい、左下にいっぱいある。チャリーンっつって、これ何、いっぱい入れられんの。チャリーン、あ、やばい、じゃ2つ入れちゃった。ちょっとりあえず置いとこ置いとこ。レンコ、レンコだな。さあ行くぞ。俺はもうこれ、これもうマジでめっちゃ上手くなったわけだから。おらおら、あーくそ。急に飛んでくんだよな。ちょっとマジでほら、早速いきなり、いきなり出しちゃうよこれ。ほらやばい、危ない。待って、作戦はいつも通りだ。作戦はいつも通りで、こっからスーッと、ちょっとなんかついてくんな。クイックス結構ついてくんだよね。おいしょー、埋めて埋めて埋めて、はい、ちょっと待てよ、どっか行けよ。ちょ待て、これ避けないと、いやーもうこれむずいなー、難しいな。でもお金いっぱいあるからな、財力をフルに生かしてクリアするぞ。ちょマジで一面もクリアできねえよこれじゃ。ここスーッと行ってトーンでしょ。オッケー75、オッケー、よいしょ、次のステージな。よいしょ、危ない、よいしょ、やべえ。あ、ちょっと何にやられたの、全然ダメじゃん。
もう一回なるし、お金がいっぱいあるからあれだな、余裕が出ちゃって逆に良くないのかもしんない。待って、別に死んだってもう一機あるしなみたいな気持ちになってるかも。こっちも行けるように作っておいて、いやちょっとやばい、今日トリッキー、今日すごいよ、クイックスの飛び方がいつも以上にやばい。なに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 、爆発した、爆発試算したんだけど急にだーマジか、もう2回もやられちゃった、ちょっと難しい、ちょっと待ってな、ちょ今日クイックスがすごい活発なんだけど、こんなに活発だったっけ。ちょこいつ一回避けよ、おいこいつがな、強いんだよ、よいしょ、どいて、ナイス、オッケー、はい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 、はい、やばいやばいやばい、ちょっとどけって、こいつついてくんなよ、ふっグッドーンと言って、ここ避ける、で、はい、ちっちゃくな、刻んでけ、ガーくっそ、そこにこいつ閉じ込めたいな、おいおい、ここいけるべ、あら、いったべ、よっしゃ80、 OK、 ボーナス5000点、これ 75% でクリアだけど 80% 取ったから残り 5% かける1000点で5000点もらえる、よし、俺はもうルールも完全に把握した、ここ一回避け、一回避け、もう一回来る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 、来ない来ない来ない、はい、ちょっとどけ、ちょ来んなよマジでこいつ、ちょどっか行けって、だからこれ半分全然取れ、こっち行くか、こっち行っちゃうか、もうこっち行っちゃう、もうこっち行っちゃう、これは攻めた、これは攻めた、危ない、ここ行ける、うーよいしょ、ドーン、オッケー、でそっちに閉じ込めたい、そっちに閉じ込めたい、行け、そのままそのままどっか行け、ちょ来んな、一回ここ避け、オッケー、うまいうまいうますぎる、おい、でちょ、あ、こいつ閉じ込められるかも、こいつこっちに閉じ込めたい、ここに閉じ込めたい、こいつをこいつをここに閉じ込めたい、いける、これいける、おらドーン、いったろ、これボーナス半端ないでしょ、1万8000点いけ、突入5万ドーン5万2000やばすぎる、どうよこれ、もうハイスカー更新したろ、俺3万9000点とかだったろ、で、俺ね、ちょっとこいつをね、こいつをきっとハッピーな未来が待ってると思うぜ、ちょっとやばい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 、ちょこいつをね分断させるのよ、この2人、この2人を分断させると、その次のステージからポイント2倍セールになるんだって、よいしょ、いやーでもいったの5万点、ちょっと待って、これ分断できないな、一回ここ切っちゃって ここだな、ここでちょっと分断しよう、あぶない、くる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 、苦しい、あこいつを分断したい、ほらどけ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 、あーダメか、あまだでも残ってる、残機すごいすごいすごい、これ分断できるかな、無理じゃない、無理じゃない、ダメだー、ああ終わっちゃった、ちょっともっとやりたいな、2枚残ってるし、BOK って入れとこ、 BOK、 はい、 OK、 分担できた、おいしょってやると、次からポイント2倍セールが始まるから、このステージは普通にさっきみたいにクリアしたらめっちゃポイントがもらえるというわけだな、よいしょ、この作戦で普通にクリアする、これもう一回分断したら多分3倍4倍ってどんどん上がってくんだけど、ポイントもらえないから、そうすっと、ほい、うぅ、よいしょ、来る来るな、来る、よいしょ、普通にこれだけでも結構ポイントもらえるもんな、これよいしょ、これフィニッシュ、三角フィニッシュでめっちゃもらえるし、ポイント危ないな、こっち来んね、どいて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 、おらドーン、あー何急に生まれた時間が経つと出てきちゃうな、こいつな、
と感じるのはアッキーだけ。あー、ダメだ。みんな愛が足りないんじゃないかな。あ、終わっちゃったか。みんな久しぶりに。ああ、35,000点か。でもやっぱり、ね、ボーナス強かったの。18,000点入ったからな、ボーナスだけで。65,018点。これはなかなか良かったんじゃない。これ250円も使っちゃったでもいいよな、頑張ってダメだし。後半はなんか普通にやりたくてただやってたけどいやーでもいいじゃん、6万点取れたぞ。いいね、最初のあのボーナス1万8000点やばかったなめっちゃ狭いとこ閉じ込めたからな。おい、どうよメダルの方は。おら、いけ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 、よっしゃー来たーダイヤメダルだー、やったぜ。これでゲーム、よー、ダイヤ4つもあるじゃん。もういいねー、オッケー、よし。ああ、なんだっけ俺次何すんだっけ。ちょっとクイックスに夢中になりすぎて全部忘れちゃった。俺今日どうした、俺何してた今日俺おっさん話してねえよな、まだな。おっさん、おっさん、よいしょ。おっさん、おっさんが教えてくださったクイックスですごい点数取ったぞ。おっさん、やい、家の裏の三河畑にまた子供が忍ぶかんだ。あら、それはいけないね。一体誰なんだろう、お前なんかしてる。いや、全然しようない。あ、よく見たらお前にそっくりだないや、最近やってないって。最近前はやったのかよ。2個ぐらい盗んだ気はするけど、最近は本当に俺じゃないって。全然やってないよ。酸っぱくて食えたもんじゃねえんだおめんちのみかんあ、みかんうまくねえんだおめんちのみかんよ。よいしょ、なんだいよ。え、よいしょ。お風呂はキミコちゃん上がった？オッケー。ちょっと歯磨こう、歯忘れないうちにね。おい、今日もしっかりな、今日もしっかり3回磨けたね。よいしょ、ブーっと。相変わらず床に全部出すけど。ほら、あ、お姉ちゃん癒しをくれた。背中流してあげようか。え、姉ちゃんから誘ってきた。恥ずかしいからいいよ。おい、流してもらえよ、もったいねえ。はあ、オタクが後から入ってきたのに恥ずかしいってどういうことやん本当だよ。背中流してもらえよ、もったいねえな。変われ俺と、そこ今行こう。今おばっちゃん、おばっちゃん、本当にこれは昔話だったからな。1000枚だ、100枚だ、もっとくれ、あげないよ。はあ、満足感あるわ。お金いっぱい貯めといてよかった。さて、と何の話をするんだろう。ご先祖様の話だよ。ああ、そうだった、そうだった。じゃあしっかり聞いとくれ。うんうん。昔々島の田んぼの真ん中を遠くから、そこで森の入り口にゴルマダびっくり。はあ、まあまあ、ご先祖様のたんとたぬけを。それじゃという、ちょっと、あ、丸ボタン押すの早すぎて追いつかね。今日もありがとうございました。でももうクイックスはしなくていい。お小遣いもいらない俺は。これモンチョコあとどんぐらい入荷するんだろうな。おじちゃん話したっけ、開いてたなこれ。よいしょ、キミコちゃん開いた。キミコちゃん、トモコ姫のお母さんに聞いたんだけど、トモコ姫が、あ、トモコ姫なんか、トモコ姫さんってこの間まで言ってなかった？仲良くなってる。トモコ姫が古城の探検に参加してたことは郵便局に勤めてるトモコのお父さんに内緒だそうです。怒られちゃうね。お父さんかなりの心配してるなら、話を聞いたらびっくりして倒れちゃうんじゃないかねえ、お母さんには見られちゃったけど、あれちょっと郵便姫には見せらんねえな、あんなの危なっかしくてな。確かにな。でもよかったね、定規も見つかって。偉いね、トモコ姫は。なるべくパパに心配をかけないようにな、やってんだな。よいしょ、じゃあ今日はここで寝ますかね。よいしょ。ほい、なんだかんだでクイックスだいぶやってたから、結構長いことやってたな。ほい、でも虫もつくつく帽子1匹取れたし、順調にな。1日1匹を重ねていけばきっと。あ、でも秘密の抜け道があんのか、そこでしか取れないやつもいるかもね、もしかしたらね。いやー、でもクイックスもメダル取れたし、また一つ夏の目標を達成したな。
よいしょ。今日はどんぐらいやったかな。ほれまた2時間半ぐらいやった。やってんね。ちょうどだいたい2時間半ぐらいだ。よし、どうだろうみんな。また明日遊ぼうぜ。バイバーイ。おやすみ。8月22日土曜、天気曇り。水軍城の大冒険から一夜明け、今日も僕くんは大忙し。毎日3回続けてる歯磨きをしてから家を出ると、まずは吉田商店でモンチョコのチェック、それから3日後に控えた本大会に向けて秘密基地で虫相撲の練習、もちろん門消しも全部いただいて、ファットボーイはついに97勝無敗に。仲間たちと汗を流した後は島のみんなへの挨拶回りも欠かさない。ついでに魚も釣って虫も探して、お腹が減ったらやっとご飯の時間。夜だってゆっくりなんかしていられない。1日2回のお風呂チェックにおばあちゃんのお勤めもあるし、今日は久しぶりにクイックスも。ついに5万点突破でダイヤメダルをゲット。太陽が言ってた通り、20日を過ぎると消化試合なんてことはなくて、だからとにかく、つまり何が言いたいかというと、今日は何にもない素晴らしい1日だった。